おはようございます、今日の話は、ママに笑ってもらいたかったからという、小林誠寛さんの話です。この40年間で、3歳児の子供たち、24人に、誠寛さんは会った、これは講演会に来てた人の中でですね、子供たちが不思議な体験をしたという子供たちが何人もいた、その中の24人に会ったという意味です。で、その不思議な体験というのはどういうことかというと、この世に生まれてくる前のこと、生まれてきた時のこと、そしてなぜ生まれてきたのかというまではっきり覚えている子がいると、その24人に会ったわけです。そして、この体内記憶、前世を知る子どもたちの共通項というのは、生まれる前に雲の上からお母さんの姿を見てたというんですね。そして、見下ろしていて寂しそうにしている女の人が見えたとか、この人は男の人にいじめられていたり、年取った別の女の人に意地悪されていた、話し相手になりたい、この女の人の話し相手になりたい、励ましたい、慰めたいと思ったら、気づいたらその中に入っていた。それとまた別にですね、いつも楽しそうな女の人が見えたので一緒におしゃべりをしたいと思った途端お腹の中に入っていた。で、お母さんが大事なのは、子供がお母さんを選んで生まれてくるということです。で、よく我々はですね、お母さんが我々ここに生まれたくて生まれたんじゃないよなんていう子供がいますけども、そうじゃないんですよね。子供はお母さんを選んで生まれてきた。そして、このじゃあ父親の役割って何だと、もうお母さんの話ばっかりですけれども、その父親というのはそういう重要な役割を担っている妻を支えて、そういう家庭を築くという運命を自分は選んできた。全てのつながり、いわゆる人間関係も全くそうで、そこに自分がそういう、いわゆる修行といいますか、決めて、脚本を決めて生まれてきたんですね。で、この池川明先生、本当の産婦人科のお医者さんですけれども、日本の体内記憶の第一人者です。で、この長野県でもですね、2000人ぐらいのですね、幼稚園でこういうのを調べた。そして全く同じことを言っています。そして、子どもたちがお母さんを選ぶ理由の最も多いのはですね、優しいお母さん、可愛いお母さんが人気であるけれども、まれにですね、寂しそうなお母さん、泣いてるお母さんを選ぶ子もいる。その理由は、ママに笑ってもらいたかったということを言っています。じゃあ今日これで終わります。